皆さんこんにちは、いちごミニです。夏になり気温も高く上がり、結構暑くなってきましたよね。私は時々ですが俳句を考えて作ったりしています。なので今日のタイトルは、自分が考えた俳句を説明しながら紹介していこうというテーマで、今回は2つの俳句を作ったので、そちらを紹介していきます。まず一つ目です。時を阻し涙あふれる気がつけば、この俳句ですが、なんとなく皆さんも感づいた人もいるかと思いますが、説明します。これは男性または女性が好きな人に片思いをしていて、その好きな人に恋人がいることに気づき涙が溢れてしまい失恋をしたという切ない恋愛の俳句を作りました。では最後となりますが、2つ目の俳句を紹介します。涼し風、今夜は君と過ごせたら。この俳句は夏の季節とロマンを入れていて、男性目線となっております。こちらも1つ目の俳句と同じで恋愛系の俳句となっております。見ての通り、涼し風は涼しい風のことを指しており、今夜は静かなこの夜を君と過ごせたらというロマンチックな俳句を作りました。皆さんは夏の俳句を作るならどんな俳句を作りますか？今日もご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録と高評価をお願いします。